吉田さん、お疲れ様です。山本太郎さんがね、政権を取る可能性について、まあ、返信動画の方をいただきまして、まあ、私もね、どうなるのか分かりませんけども、ただ言えることは、山本太郎さんに限らず、この人に総理になってほしいというふうに思うんだったら、思って待ってるだけじゃダメってことでしょうね。その思いをどのように行動とか形とか結果にするか、その積み重ねが結果として、山本太郎さんが本当に総理大臣になる、政権を取るってことにつながると思います。で、前提としていつもね、あるのが、そんなことうまくいくわけないだろうとかね。山本太郎さんみたいなタレント風情が総理大臣になるわけないだろうとかね。それからまあ自民党の、分厚い層がね、そんな簡単にその権力を奪取させるわけないだろうとか、様々あるんですよね。でもこれは常に歴史上言われてきたことなんですよね。じゃあマリー・アントワネットがずっとその王座に座ってましたか？どうでしょうか？ジャンヌ・ダルクがなんであれほどまで17歳の少女が世界に冠たる有名な革命家として今でもね、最終的には火あぶりになって敗北になったけども永遠と受け継がれているんでしょうかとかね。本当にね、人の行動ってのはどこで実を結ぶかっていうのはわからないわけなんですよね。わからないからこそ可能性が低くても踏み出すことによってそこに近づくのかなと思います。例えばね、山本太郎さんが政権を取る可能性、今9つある国政政党のうちに令和新選組はそのうちの一つです。議席としてはたった8、少ないですよ。でも今度の衆院選、また参院選でこの議席がね、20を超えればもう立派な中核野党なんですよ。たった4年か5年でもう令和新選組は多くの人が見て聞いて、そして中にはね、なんだ令和新選組、あれ色物じゃねえか、なんだ山本太郎がみたいなのね、思われると思いますけども、でも以前はタレントとしてそれまで目立ってこなかった山本太郎さんが、今はね、山本太郎さんはもうダントツで目立って、YouTube でも切り抜き動画がたくさん再生されたりとか、それからね、山本太郎さんだけじゃないんですよ。令和新選組って全員粒揃いなんですよ。令和新選組の8人の国会議員の皆さんね、私は名前と顔が一致して浮かぶんですよ。でも自民党の中で顔と名前が一致するのって8人もいないですね。名前はわかるよって方と、なんとなく顔はわかるよって方がいらっしゃる、そのぐらいですね。例えば今ね、参議院議員でもそれから衆議院議員でも議長をやってる方がいるんですよ。議長をやるほどの人って自民党でも結構な方ですよ。でも今それぞれの国会で議長をやってる人、名前と顔を一致する人ほとんどいないと思います。だって毎回毎回国会の質疑を見てると、委員長ってのは必ず呼ばれて、委員長が質疑者を指名して、委員長ってテレビに顔も名前も出る人ですよ。 YouTube でもどんどん出る人ですよ。でも多分この人たちって印象ないんですよね。多分自民党のことをよく見てる人でも、あれ今の議長誰だっけってなるんじゃないですか。でも私はその電波田さんっていうとね、メガネのあの顔が浮かびますしね。それから木村さん、船子さんっていう方もね、もうどんなことを言っていたかっていうことをこうやって頭の中で反芻することができます。その他ね、高井亮さんが消費税の仕組みを暴いたこととかね、かっこよかったですね。大島九州さんがどういった歴史をたどっていた方なのか、もう筋金入りのこの人はね、政治家ですからね。まあこういうふうにいろいろと浮かぶわけですよ。まあその他、大石あきこさんですとかね、櫛渕万里さんとか、一人一人が例えば AKB のメンバーを見るように同じように令和新選組のメンバー一人一人が私の胸に刺さってるわけですよ。今までこんな国政政党はなかったですよ。まあ NHK 党はね、確かに人数少ないんで覚えやすかったりとかはありますけども、でもしばらくは浜田聡さんっていうのはね、どんな人なのかちょっと興味が持てなかったですね。 YouTube をやりだしてたまたま見たところ、ああすごいいい組み立て方をされるなとかね、この人は天才だなってやっぱり思ったわけなんですけどね。まあ、それから倉敷に実家があるっていう、倉敷出身ってことでもちょっと親近感が湧きましたね。まあ、倉敷すぐそこですからね。
はい、というところでね、やっぱ令和新選組がこれから政権を取るのか、山本総理っていうのが誕生するのか、まあ、自民党の少子高齢化の組織体を見てもね、それから実はね、令和新選組の潜在的なファンっていうのは自民党、立憲民主党、その他の国政政党にもいるんですよ。ただし党内のバランスによってなかなかね、それが公言できなかったり、表立って応援ができなかったり、党の移籍をすると自分の議席がどうなのか疑問があって、今のね政党にいることを選んだりとかして、さまざまね、マグマの溶岩みたいにグツグツ湧いてるところあるんですよ。それは私もね、こういう活動していて、ああまさかこの人がっていう人が結構いますね。立憲民主党のその須藤元気さんも令和新選組ファンっていうのはね結構知られてることですしね。それから今令和新選組の高井幹事長って方がいらっしゃいますけども、この方も立憲民主党から離党してですね、移籍してる方なんですよ。その際に国会議員としての席を失って、今令和新選組に在籍して幹事長やってますけども、国会議員としての椅子はないわけなんですよね。でもそのぐらいの傷を負ってでも令和新選組に来たっていうことは本当にね、感動的だと思います。そもそもその今ね、船子さんとかね、木村さんっていう2人の車椅子の国会議員の方がいらっしゃいますけども、この人が当選した時には特定枠って言ってね、令和新選組の比例で200万票集まったら大体2人当選なんですよ。その時に山本太郎さんは自分を1番にも2番にも置かずに、まずは船子さんと木村さんはどうしても国会に送り込みたいんだってことで、この2人を優先枠、特別枠にしたんですよ。つまり山本太郎さんは自分は国会議員じゃなくてもいいから、国会議員として絶対に党員させたい人、国会議員させたい人を自分の身を捨てて優先順位の自分の上に置いたってことなんですよね。まあでもね、正直言って山本太郎さんの影響力で200万票は獲得できたと思いますよ。山本太郎さんの活動力とね、表現力と、それから元々のタレント力っていうのでファンの方を巻き込みながらやったんだと思います。でもそれを自分のために使わずに国会に必要な人をまず送り込むっていう、まさに党首としてのね、力量ですよね。通常ですよ、自分が一生懸命働いて国会議員に自分が優先的になるんだ、当たり前だってなっても誰も文句言わないし、それは当然だと思うのに、山本太郎さんはいや、俺の席はいいからあなた先に入りなさいっていうふうに、まさに捨て身で国会議員をやること、捨て身でこの国を救うために活動することをなんか唯一示した方じゃないですか。700人以上いる国会議員の中にこんなことができる人はね、立花孝志さん以外にはいないですよね。立花孝志さんも自分が辞任することによって浜田聡さんが浮上して国会議員になりましたからね。それも立花孝志さんが分析しましたけども、私は YouTube で有名だから当選することはできるよと。でも浜田聡ってのは国会議員としては優秀な仕事をするけども、でも選挙で当選するかどうかって言ったら多分しないんだって言ってましたよね。つまり選挙で票を集めれる人と国会議員としてマネジメントが国会内でできるとは別の能力が必要で、両方合わせ持つことはあんまりないんだって言ってましたね。まあこれも新しい視点でね、確かになと思いました。立花さんと浜田聡さん2人がいたとして、誰に投票するかっていうと、まあ冷静でね、物静かな浜田さんに投票する可能性は少ないでしょうね。それよりも炎上双方をはじめあらゆるところで目立っている、そしていろんなことに挑戦する立花孝志さんの方に票が集まったでしょうね。まあ山本太郎さんもそんな感じで、山本太郎さんがいる限りは令和新選組はずっと注目されると思います。でも今山本太郎さんじゃなくても他の令和新選組内の国会議員のね方々とか、国会議員ではないけどもメンバーの方々、サポーターの方々っていうのはそれぞれね、ものすごく個性的でいい味を出してるんで、多分令和新選組っていうのはタレント養成所ではないですけどもね、一人一人が戦闘力を携えた本当の新しい時代のこの国の指導者となるべき逸材が揃い始めて育ち始めてるんじゃないかなと思います。いや、なかなかね、素晴らしいドラマを見させてもらってます。そしてできればそのステージに私もね、立てる日が来ないかなと真に受けてるところでございます。本当に YouTube で発信してると、久保さん、ぜひ令和新選組から出馬してくださいっていう声がね出て、そういう声が
別に万十万と集まらなくてもね、本当に10、20、100でもね、ありがたいなと、そういう声があるんだったら考えないでもないなっていうふうに思いますね。まあ日々ロスジェネと向き合い、日々いろんな方の問題解決をする中でお力になれるかなっていうところもありますし、まあなんせね、私もおせっかいなんでね、やったろうかみたいな気持ちがあったりするんですよね。なんか俺はこれをやったなっていうふうな思えるような人生をね、やっぱ振り返った時に持ちたいなと思うばかりでございます。まあそれでは今回は以上です。お疲れ様です。